駅構造。奥型カーブのところにあった旧、境川駅から、改場、移転した。宜南駅は、岐阜県橋間郡宜南町下飲食4丁目にある、名古屋鉄道名古屋本線の駅。駅番号は、NH57。マナコが、利用可能である。普通列車のみ停車する、無人駅。通過線2線を挟んだ、相対式ホーム2面2線。ホームは6両分。 両ホームは地下道で繋がっている。急行や特急は内側の通過線を走る。新幹線などに見られる対比型の構造がこの構造となっている。2005年12月14日よりトランパス対応となり、駅集中管理システムが導入された。新基礎川、名鉄岐阜間にある唯一の対比可能駅である。ただし、日中ではダイヤ乱れ時を除き、 当駅では対比しない。回送列車などが対比線で対比することがある。2番線と3番線はホームのない通過線のため、ホームとしては欠番となっている。その通過線が本線であるため、停車列車が入る1番線と4番線は対比線ということになる。4番線のみ、第2条内信号機がある。近年、上り線の当駅先、 笠松駅方に中継信号機が新設された。商店と住宅が半々。田畑もかなりある。かつては、触れ合いバスが乗り入れていたが、2015年2月の路線変更で乗り入れはなくなった。かつては、笠松駅東駅間に、下徳田駅、八木駅、飲食駅が存在した。また、東駅茶所駅間にも下川出駅があった。 令和元年度移動東欧円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2020年11月24日閲覧。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道百年市名古屋鉄道。1994年。868ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道百年市名古屋鉄道。1994年。1048ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。 名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、1072ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、1076ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、1078ページ。名鉄120年市編纂委員会事務局。 名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、182ページ。大田健一、宮田信、美、名鉄空港線正式開業に伴う、ダイヤ改正、レールファ六百632号、鉄道ともの会、2005年6月、16ページ。共通 SF カードシステム、トランパスを、名古屋本線未導入駅10駅と豊川線3駅に、 導入します名古屋鉄道2005年11月15日 AB 駅時刻表名古屋鉄道名鉄バス2019年3月24日閲覧電気車研究会鉄道ピクトリアル通貫台816号2009年3月臨時増刊号特集名古屋鉄道端末折り込み名古屋鉄道配線略図名鉄120年史、編纂委員会事務局 名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。ABC6 月3日、宜南駅における輸送障害について名古屋鉄道、1998年2月27日。 ABCD、名鉄で、オーバーラン宜南駅あわや重大事故。中日新聞、31面。AB 野村優子。名鉄名古屋線故障原因、列車の接触ポイント上オーバーラン。毎日新聞、23面境川駅に関する、カテゴリー。ありがとうございます。